ヘッパンニャン。これで頑張って大物釣ります。今日の狙いは青物いろいろとヒラメとかマゴチとかスズキとか、なんかね、いろんなのがここ釣れるらしいんですよ。なのでそのためのまず泳がせ用のアジを釣ってます。これが釣れなきゃ始まらない。お隣のお父さんはもうすでに初めて何分ぐらいだろう、もう2匹釣ってた。アジフライにして食べるんだって。足元で反応がなかったのでちょっと遠投してみました。お父さん遠投だったから。あ、来た来た、あ、沈んだ、やった。遠投だったね。ちょっと遠投、はい、そうだね、遠投だね。お、結構いい引きするアジですよ。あれ、取れた、取られた、というかバレた。ああ、お、来た、よし、今度こそ、よし。結構ね、お父さんゆっくり巻いてたんだよ。深いから慎重に回収しないと途中でね取れちゃうの。ゆっくりゆっくり、うん、ついてる、まだついてるよ、ついてるついてる、生命を感じる。もうちょい、あ、見えたぞ、あ、見えた見えた、ヘッパーニャン。ヘッパーニャン。お父さん、でっかいフグ釣れた。アジより大きい、ね、大きいよ。わあ、これはまた、これはまた。多分ね、さっきもこれだった気がする。かわいい。すごいね、めっちゃ早いね。よし、今度こそ。今度こそ。ついてる。フグじゃありませんように。なんかさっきのフグぐらい引くんだけどな。おし、来た。あ、ヘッパンニャン。おはようございます。今日はポテチンが来るって聞いたのでちょっと様子を見に来ました。みーちゃんがいないのがとっても残念です。じゃあ皆さん、私は海に帰りたいと思います。失礼します。はい、ちょっと私味が釣りたいんだって。はい、バイバイ。ちょっと工事が始まってすごい音がしますけど、その後味が全く釣れず、それを見かねた隣で釣りしてたお父さんが味くれた。ありがとうございます。で、泳がせしています。お父さんにいただいたアジです。結局自分では釣れませんでした。ありがとうお父さん。これで頑張って大物釣ります。釣れたらお父さんにもらってほしいです。上から見ると面白い顔してるね、アジね。なんかここ畑も釣れるらしいので、旗釣れたらお父さんにアジもらったお礼でお返しします。だから何としても釣りたい。
せっかく2本竿があったので2種類のぶっ込み、違う2種類のぶっ込みじゃない、2種類の泳がせ釣りの仕掛けでやってます。手前の竿は浮きつけて泳がせて、で奥の方はぶっ込みの形の仕掛けの泳がせにしてます。だからね、奥側のぶっ込みの方はヒラメとか畑の底の方にいる魚狙って、手前の浮きついてる方は青物を、カンパチブリが来たらいいなと思って泳がせてます。ちょっと流れたね。皆さん見てください、うざいオレンジがついにリンゴにやられて沈められてしまいました。あんなね、ひどいことばっか言ってるから、人をちょっとバカにしたようなことばっか言ってるから、ついに海に沈められました。あ、パックンチョ食べてた。いちごチョコ味おいしいよね。あ、残念ながらラプンツェルの絵柄は入ってませんでした。うまい。来た、放置してたら来た。びっくりしたよ。なんだろうね、はい、釣れました。あれ何巻いてるんですかね、初めて見た、あんな風に巻いてるの。でもなんか袋から、ま、あのカゴの中に出して混ぜたやつ巻いてるよね。え、そうそう、ここに餌巻いてもね。私もそう思う。でも漁師さんが考えて何かやってるから何か意味あるんだろうね。残念ながら今回はターゲットにしていた青物やヒラメなどの大物は釣れませんでした。すみません。ただなんか私の中では大きいフグは釣れました。まあ、またこの釣りはリベンジに行きたいと思います。ちょっと悔しいです。で、今日のところはですね、ちょっともう結構寒いのでお腹も空きましたし、ご飯食べて今からでもここ私ちょっと寄りたいところがあるので、カメラマンさん今日は現地解散ということで、お疲れ様でした。とりあえずご飯食べよう。お腹すいた。空腹が我慢できませんので、いや一回食べてみたかったんだよね、ここの道の駅のご飯。ハンカツは、揚げるのだけで15分前後かかりますけど、よろしいですか。はい、大丈夫です。はい、ハンカツはおかずですね、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、すごい、ありがとうございます。
後のちょっとした楽しみがありまして、温泉に今向かっております。いや、鹿児島って言ったらね、やっぱ温泉じゃないですか、ね、で、この時期は寒いので、寒い中釣りをした後の温泉がまた最高なんですよ。なってる。あ、メダカいる。かわいい。ちょっとボケてる。メダカ泳いでる。おしゃれですね。花水木。うん、なんか、あ、なんかフクロウがいる。あ、いい匂い。すごいね、すごい綺麗だね。この温泉が露天風呂っぽくなってて、外から見えるんですけど、緑が見えながらお風呂は気持ちいいですね。寒い冬だからこそ、あ、うん、顔が涼しいけど体は温かい、温かいですね。疲れが取れる。緑を堪能しながら、あっという間泣いている。鳥の鳴き声聞きながらお風呂に入る。気持ちいい。いいですね。たまりませんね、これ。これだから釣り子の温泉はやめられない。ポツポツ雨が降ってきた。これがね、雪だったらちょっと綺麗だったかなと思うけど、お外が見えるんです。癒される。なんかある。こういうのはね、やっぱひねってみないと。温泉、あー、なるほど、温泉めっちゃ出てきた。温泉取りに来た。すごい。あ、ちょっと待って、熱い。ちょっと待って、熱いの、めっちゃ熱いの出てきた。あ、なるほどね。これで温度調整をしなきゃってことか。よかった。これ温度調整できるって書いてあるけど難しい。ちょっと熱い、ちょっと熱い、熱い、熱い、熱い。あ、いや違う違う、こっちじゃない、こっちじゃない、熱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 い。改めまして、皆さんこんにちは。
ポテチン TV のポテチンです。いつもご視聴ありがとうございます。へいし、いやー、とっても良きお湯でございました。本当はですね、温泉でエンディングとかを撮りたかったんですけど、ちょっと、制限時間じゃないですけど1時間しかなかったので、すみません、癒しの時間を優先させていただきました。今回の釣りはですね、でっかいでっかいですよね、あのフグね、あのフグくんたちと遊んでいただいて、で美味しいご飯を食べて温泉でゆっくり癒されまして、一日を通して癒しの釣り編でございました。なかなかね、この時期のこの寒い時期っていうのはどうしてもこうお魚さんたちは水温が下がって食いが良くないというか活性が上がらないんですよね。寒いと私も動き鈍くなりますから、みんな一緒です。ただね、この時期に釣れるお魚ってすっごい大きいし、しかもめっちゃ美味しいんですよ。だからね、大きいの釣りたいんですよね。ただなんか私ってなかなか青物釣れないから、今年もみーちゃんにブリカンパチツルツル言って全然釣ってこないじゃんって言われる前に大きいのを釣りたいと思います。まさにこの今このリアルタイムでですね、私すっごいでっかいブリを追っかけ回してるんですよ。いろんな方々にご協力をいただいて頑張って釣りたいなって思っておりますので、釣れるまで追っかけますよ。いや、追っかけないとね、釣れないから。なので釣れましたら皆さんに配信したいと思いますので、ご協力いただいている方よろしくお願いします。ではでは、今回の動画も最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またお会いしましょう。ポテチンでした。またね、バイバーイ。